2016年から始まった福山100年教育は2024年で9年目を迎えます。8年間の取り組みの成果を見ていきましょう。市内全児童生徒対象のアンケート調査では、授業で友達の考えを聞いたり話し合ったりすることが楽しいと答えた児童生徒の割合が小中学校ともに 90% を超えています。また学校生活をより良くするために話し合って解決方法を決めていると答えた児童生徒の割合は2016年比で約20ポイント増加しています。具体的な取り組みとして、加茂小学校では画用紙を使ったグループワークでお互いの気づきを共有したり、静止中学校では生徒同士が教え合うことで理解の定着を図るなど、対話による課題解決を大切にした取り組みを行っています。また校内フリースクール設置校が2019年比で7倍に、タブレットを用いたオンライン授業も取り入れるなど、多様な学びの場の提供にも力を入れています。詳しくは電子版広報に掲載しています。広報福山で検索。